はい、こんにちは。栃木の竹市農場です。ニラの収穫します。で、今日ばあちゃんがね、折り紙教室行ってるんで、まあ、折り紙教室の同じ仲間のね、おばあさんたちにちょっと食べていただくということで今収穫してます。で、まあ、ちょっと見ましたらね、もうニラの花芽が出てきてましたね。はい、2年株3年株なんで、花の出るのも早いんでね、ニラの花芽が出てきていました。状態効果だよね。それって極めて難しいでしょ。これも非常に困ってるかもしれないので。どうしようかな。もうちょっと刈ろうか。これで終わりにしましょう。
あと1回だな。はい、じゃあ今日の分終了です。で、葉っぱがね、やっぱり下の方の葉っぱ黄色くなりましたんで、まあこれが、まあ、置いておける限界かなと。あと5、6株あるんでね、あと1回収穫して、こちらは終了になります。この次は3番刈りです。で、今日買ったニラですね。はい、こんな感じです。はい、ニラ収穫してきましたのでね、株元の泥を落とします。で、今日はちょっと日光が強いので、ビニールハウスの端っこの方のね、日陰でやりたいと思います。で、クロちゃんが来てね寝っ転がってます。クロお前おっぱいでかくなったんじゃねえか、妊娠してんのかお前。おい、ほらちょっとね、おっぱい大きくなってきてるよね。ダブル妊娠かな、やばいぞお前。なんかアマちゃんもね、かなりおっぱい大きくなってきたんだよね。で、クロちゃんもかなりおっぱい大きくなってきたんで、これはちょっとやばいぞと。まあおめでた、おめでたでね、しょうがないんですけどね。はい、で、それはともかくとして、株元のね、泥掃除をします。よっこいしょ。なんかこれ、餌ちょうだいモードですね、多分ね。だから妊娠してるんだ、あれなんでしょうかね、食事の量も多いんでしょうかね。なんか最近多いんだよね、食べる量がね。で、あまり長い時間ね、餌出しっぱなしにしておきますと、うちの猫以外のね、はい、野良猫もいつの間にか食べてますんでね。まあ、仕事の合間にちょこちょこやってます。で、もう10分ぐらい経ったらね、見に、まあ、だいたい食べ終わるの10分くらいなんでね、見に行って下げちゃいます。そうしませんとね、よその猫がね、綺麗に食べちゃうんでね。そらそうだよね。まあ、向こうの猫は食べ、ね、残しを狙ってんでね。まあ、他のよその野良猫ね、綺麗に食べちゃいますんで、なるべくね、はい、よその野良猫に餌を横取りされないようにしております。よっこいしょ。ああ、これも黄色い葉っぱだね。綺麗に取ったつもりでもね、こういう葉っぱが残ってんで、まあこれはね、エアーでシューってやる、ニラ棒では、取れないんで、こういうね、枯れ葉はもう人間が手作業です。でも今はね、自動でね、やっちゃうんだよね。ニラ棒でバーって拭いて、もうそのまま束ねちゃうみたいなね。すごい機会があるみたいです。ね、私が現役の頃はね、こうやって、まあ、ニラ棒で拭いて、多少はね、枯れ葉とかそういうのはなくなってはいるんですが、最後はね、人間が手作業でね、ウエスで拭き取って、食べられるような状態にしてます。クロちゃんも餌欲しいのかな？あまりね、クロちゃんは、慣れ慣れしくしないんだよね。慣れ慣れしくはしないんだわ。アマちゃんの方はね、こうすり寄ってくるんですけど、まあ、アマちゃんのようにね、遊んでちょうだいモードがないんでね、お腹を撫でるモードがないんでいいんですけどね。アマちゃんは今朝一回お腹撫でました。これ今妊娠中だといつ頃生まれるんですかね。7、8月の頃、生まれるのかな、ちょっとよくわかんないんですけどね。まあ、子供生まれたらまた生まれましたという、動画作りたいと思います。よっこいしょ。よっこいしょ。よいしょ。
二番狩りはね、だいぶね、まあいいところと悪いところ、生育のいいところと悪いところの差が出てきましたね。三番狩りはもっと出てます。まあこれがね、株分けの、悪いところでね、生育のばらつき、株によるばらつきがね、結構あります。で、まあよく YouTube なんか見ると、プロ直伝とかね、農家が教えるとかってあるんですが、プロの農家は株分けをほとんどやりませんから、うん。未生で毎年新しい苗植えてます。株分けってのはやっぱりこういうふうに2回3回買ってきますと品質落ちますんでね、うん、プロの農家はやりません。はい、これはね、後でまた私動画作りますんで、そちらを参照してください。はい、じゃあ、ニラのね、株元の清掃終了になります。よっこいしょ。ちょっと今回、このカゴで一つですね。で、この長さが40センチぐらいあると思うんですよ。ですから、まあ30。で、多分長さを測るときには、下から7、8割で何センチっていうふうに決めてますんで、ニラの規格上は35から40の間が L だったと思うんですけどね。多分 L 規格で通ると思います。はい、今日ね、収穫しましたニラの様子です。以上です。